俺の名前はマサト、軽音楽部に所属しているベーシストで部長だ。そんな俺だが最近困ったことになっている。ダリーナあるぜ、楽器買ったり。あれ今日の授業クソ悪かった。おいみんな、今日こそバンドやろうぜ。あ、俺聞いたか、バンドやろうぜ。くだらねえ、お前何なん、やるわけねえんだろ。おい、なんでだよ。前は一生懸命俺たち一緒にバンドやってただろ。俺がいない間に一体どうなっちまったんだよ。おいてめえ、俺たちはもうバンドやんねえんだよ。もう二度と俺らの前でバンドやろうなんて言うんじゃねえ。消えろ。おい行こうぜ。おう、ゲーセンでも行くか。そうだな。くそ、俺諦めねえからな。あいつのともう一度バンドやるんだ。くそ、この面むずいな。ゲーセンまんま面白くねえな。そうか、まあ、他にもゲームいっぱいあるからやろうぜ。いや、いいや、もう帰ろうか。そうかよ。はぁ、あいつらどうしちまったんだろう。ありたまえ、失礼します。君、なんでここに呼ばれたかわかるね。はい。最近の軽音部のあれはなんだ、ろくに練習もしないで遊びほうけたばかり。よくない噂も聞いている。このままでは廃部だ。ちょっと待ってください。確かに今は不良のたまり場になってしまったかもしれません。でもあいつらは一緒にバンドをした仲なんです。必ずあいつらを元の軽音部に戻してみせます。そうか、だが私は判断が早いぞ。はい、失礼します。おい、さっき校長から呼び出し食らっちまって、このままだと軽音楽部が廃部になっちまう。もう一度一緒にバンドやろう。廃部？結構じゃねえかよ。もう俺らはバンドなんてやんねえんだよ。まあこの部室が使えなくなっちまうのは惜しいけどな。おい、なんでだよ。今までずっと一緒にバンドやってきたじゃねえかよ。バンドで売れるっていう俺らの夢はどうした。夢だよ、そんなもんとっくに壊れちまってんだよ。もう俺らバンドなんてやらねえ。じゃあなんで毎晩お前家の前を通るとギターの音が聞こえてくるんだよ。あ、お前、まあ、どうだっていいだろうがよ。もういい大輝、全て話そう。俺がドラム叩けない体になってしまったんだ。何？あれは俺らがお前に追いつくために秘密特訓をしている時のことだった。やっぱさ、俺あんま上手くねえからさ、マサトに少しでも追いつくために秘密特訓しようぜ。おお、叩きまくるぜ。電車伸び。おい、どうした？もうミス。おい、ジン、どうした？痛い。おい、すぐ病院行くぞ。無茶な練習のしすぎです。手首、肘ともに炎症がひどいですね。痛みをこらえたまま練習をし続けたんじゃないですか。そんな、しばらくドラムは叩かないように。最悪のことが起きますよ。そう、そんな、俺たちバンドやってて、こいつドラマーなんです。この先どうすれば。ドラマーとしては休まざるを得ない状況です。そんな、そんなことがあったのか。何も知らず俺はバカだ。このメンバーでバンドできなきゃ意味なんてねえだろ。このメンバーでバンドできればいいんだろう。俺がボーカルやるぜ。な、お前歌えんのかよ。俺こう見えてものど自慢大会でも歌ったことあるんだぜ。それにさ、バンドやらずにプラプラしてても退屈なだけだしな。そしたらドラムどうするんだよ。お困りかね。その声は校長。校長、話は聞かせてもらったよ。元バンドマンでドラマーのこの私が一肌脱ぐしかないようだね。校長！僕ら
の夢この未来をつなぐ天の川愛を誓うから甲府シャルタチ系音楽部は見事敗部を免れ新たな布陣でバンドを続けることができた。これからも困難続くだろう。しかし俺たちは突き進むだけだ。よし今日もバンド練習頑張るぞ。